クリスティナ・スカルラとは、モルドバ共和国の歌手である。1981年3月3日にキシナウで、生まれる。2001年に、モルドバの音楽祭、クリザンテーマでアルジントで優勝。同年には、ルーマニア・トルゴビシュテの音楽祭、クリザンテーマでアウルで3位に入賞する。2003年には、ロシアオリオールのスラブヤンスキーズ・ベズダで3位。2011年秋には、 ベラルーシュビーツプスクの音楽祭、ビーツプスクスラブヤンスキーバザールで3位入賞を果たすなど、数多くの音楽祭に出場する。ポップ音楽スタジオ、スター TY のボーカルコーチを務め、2009年には代表者に就任する。ユーロビジョンソングコンテスト2014のモルドバ共和国代表選考に出場して、ワイルドソウルを歌い、2014年3月15日の 決勝では審査員病で、主位、視聴者病で2位、総合順位で1位となったため、同国代表に選出された。これにより、2014年5月に、デンマークコペンハーゲンで行われる、ユーロビジョンソングコンテスト2014に出場する。これ以前に2度、ユーロビジョンソングコンテストのモルドバ代表選考に、挑戦している。一度目は2011年で、 Everyday will be you r 歌い結果は3位。2度目は2013年で、アイプレイを歌い結果は12位であった。ありがとうございます。